ムヒーローは決勝ホームラン、友崎選手です。いいところで出ましたね。そうですね、達也の方を踏ませましたし、どこで乗るとかあの時もそうでしたけど、先発の今井投手がベンチの三塁側一番前でずっと攻撃陣に1点振ってました。7回1点の今井投手のピッチング、バックどうご覧になりましたか？そうですね、本当に勢いあるようで、どんどん押していくピッチングが勉強してくれて、守っている方から見ても大きなホームランは大崎選手にとってプロ通算100号ホームランになりました。これまでの歩みどうになりますか？歩み、そうですね、本当に、あまり数は気にしてはならないんですけど、そうですね、100本目ということで、そうですね、今まで頑張ってくださった名曲を出してくださったので、そしてファンの皆さんに、感謝します。ありがとうございます。今作さんの打撃にとってホームランというのはどんなものでしょうか？そうですね、あまり狙って打てるものではないので、またまたま芯に当たって、いい角度で飛んだのがホームランという感じで思っています。はい、さあ、明日は首位ホークス相手に3連勝になるかというところ、ライオンズファンの皆さんに向けて、どのように言っておりますか？はい、毎試合毎試合、たくさんのファンの方々が気に来てくださって、熱い声援ありがとうございます。明日も勝って、3連勝したいと思います。応援よろしくお願いします。プロ通算100号ホームラン、決勝ホームランになりました、久保崎慎介さん、おめでとうございました。選手でした。